明治5年から続く都踊り。31日祇園甲部歌舞練場では大皿絵と呼ばれる本番前の稽古の総仕上げが行われ、およそ90人の芸妓舞妓が艶やかな踊りを披露しました。150回目となる今年の出し物は源氏物語や紫式部にちなんだ演目となっています。ずっと憧れてた舞台に初舞台で出させてもらうのでものすごく嬉しいです。150回記念という記念すべき都踊りのお舞台に舞妓の一人として出させていただけることがすごく嬉しいです。都踊りの公演は4月1日から30日まで行われます。